はい、こんにちは。まえチャンネル、まえはらです。はい、今日はこちらですね。うん、メタルファイトベイブレードのストームペガシス 105RF です。ということで、前回のこのファントムオリオン BD、 これで遊んだ時にですね、うん、このライトランチャー2がしょぼすぎて、うん、もう全然まともなシュートが打てませんでした。はい、コメントで教えていただいたこのストームペガシスの方にはベイランチャーがね、ついてるということなので、うん、ちょっと今回ね、これ買ってみました。はい、じゃあ開けてみましょう。はい、じゃあセットしていきましょう。はい、はい、ということで完成しました。こちらがストームペガシスだね。うん、今回あらかじめもうセットしておりますね。おー、かっこいいよね。うん、ちなみにこの後の世代のビッグバンペガシスと比べると、こんなに大きさの違いがあるんだね。うん、ビッグバンってでかい。ただちょっと気になったのがこれ、このボトム、今のベイブレードバーストでいうエクストリームドライバーみたいな、うん、暴れそうだよねこれね。そうだね。うん、これ楽しみ。はい、そしてこちらがベイランチャーですね。うん、これは紐で引くタイプだけど、これだと力強くシュートできそう。うん、じゃあまずこのライトランチャー2でファントムオリオン BD、うん、これをですね、一回シュートしてみたいなと思います。シュート、あ、こうなんだよね。あー、ダメだね。はい、次はベイランチャーでいきたいなと思います。はい、あ、全然違う。全然違う。よっしゃこれならリアルなメタルファイトバトルができそうだね。そうだね。はい、じゃあ早速バトルしていきましょう。僕はストーンペガシス使いたいなと思います。エジン君はビッグワンペガシス。はい、3、2、1、押して、うわうわ、よっしゃ、オーバーフィニッシュ。3、2、1、押して、おっとっとっと、パパすごい外を回ってカンカン当たりまくってるけど、これは当たらないぞ。お、当たった。あ、でもストーンペガシスすごい軽い感じすんね。あ、オーバードライブじゃなくて、なんだっけ、ファイナルドライブか。うん、ファイナルドライブ。ああ、 3、2、1、押して、うわすごい、おっと、カンカンいってる。さあ、お互い同じ行動してる。ただやっぱストームの方が軽いからすごい縦横無尽に動き回ってる感じすんね。当たんないけど、これはやばいパターンだよ。やばいよこれ。おーし、あらーし、うそーでね、この組み合わせね、すごい暴れまくるね。そうだね。回転が強すぎるのかわかんないけど、すぐね、オーバーしちゃう。スカッ、ね、なんで、次のバトルは私このビッグバンペガシスでいきます。僕はストームペガシス。 3、2、1、押して、お、あ、これだと大丈夫だ。うん、おっしゃ、 3、2、1、押して、おー、すごいね。あー、やっぱストーンペガシスはこれでやるよりもそっちのランチャーでやった方がいいね。おお、すげえ。よっしゃー、 3、2、1、おっしゃー、おー、すごい、おー、すごい、よっしゃー。じゃあファントムオリオン BD でいきます。はい、 3、2、1、おっしゃー、おー、すごい、すごい、おー、おっしゃー、 3、2、1、おっしゃー、おっ、おっ、おっしゃー、おっしゃー、 3、2、1、おっしゃー、おー、すごい、すごい、もう長いよ、よけてる。おー、おー、当たった、当たった、おっしゃー、おっしゃー、おっしゃー、おー、忘れた。じゃあ次はヘルケルベックスに変えます。はい、 3、2、1、おっしゃー、おっしゃー、 3、2、1、おっしゃー、おっしゃー、すごい、3、2、1、押して、では最後ダークボルトに変えます。はい、3、2、1、押して、これは、同じ世代の対決だね。おお、よっしゃー、3、2、1、押して、最初のカチンってのがすごいね。うん、おっと、警戒しております。さあ、当たれ、当たれ。メタルはやっぱね、あれだよね、速攻だよね、バトルが。こうやって当たらないのを目指した。おお、 3、2、1、押して、おっと、ちょっと危ない、危ない、ダークボルフ、危ない、危ない、ギリギリ、危ない、よし、あはあ、危ない、こうなると思ってた。最後抜き、耐えろ、ダークボルフ、スタミナで持ち込め、あー、いける、よいしょ。はい、ということで今回はメタルファイトベイブレードのストームペガシス 105RF です。
した。はい、ということで今日の動画面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひ、いいねボタン、高評価、グッドライクもお願いします。はい。そして、ぜひお友達にも教えてあげてください。それとチャンネル登録もよろしくね。ということで、このベランチャすごくいいね。うん、気に入りました。まともなペイバトルがこれでできた。イエーイ。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。